はい、イサヨリジョーさんの昭和3歳メスサイズが60センチです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。この鯉はパッと見てこの丸天に、墨で2、はい、ナンバー2と、はい、じゃあそっち側逆に見せてもらってもいいですか。そっち側に2と見えるの。はい、このいかがでしょう。頭の模様の2、これがとてもインパクトがあります。はい、もう僕も3歳の池を見ましたけど、まず目に飛び込んでくるんですよね。そうですね、はい、とても人気な昭和で、このスーパー生産者オークション、エントリーさせてもらいました。模様そして質、かなりいいものを持ってるんじゃないでしょうか。ちょっとこっちに泳がしてもらっていいですか。はい、体の方も、無理なく、育ってきてくれたと思います。墨も非常に出てる墨がグログロしたいい墨がついてますね。そうですね、白地にある墨、そして紅の上の墨、とてもいいものを持っております。はい、それでは横の方もお願いします。このように迫力がある墨を持って、白地も綺麗です。背中も綺麗です。はい、いかがでしょうか。まあ、なんといってもやっぱこの2に目がいっちゃいますけどね。そうですね、はい、やっぱりインパクトがありますんで、伊佐さんのところにいて もうあの鯉ってい もう誰もが目を指、ね、を指してしまう鯉ですね。頭の方にナンバー2と書いてありますが、お客さんの池でナンバーワンに、なれるように飼育をしてもらって、楽しめる鯉になってほしいと思います。はい、それでは最後にちょっと頭のナンバー2からずっと、アップしていきたいと思います。はい、2という文字でしょうか。非常にインパクトのある鯉です。はい、スーパー生産者ということでこのようなインパクトのある鯉を出品していただきました。はい、そしてまた今回は伊佐さんが、今期から副長になったということで、はい、ご多忙のためライブ鯉を一緒に撮影している平沢さんの方に遠くの方をしていただきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。3歳メスでサイズ60センチです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。